どうもお疲れ様です。速稼塾の久保です。吉田さん、よかったでしょ。第一銀行ネオバンクね、お金がトン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 入ってきます。まあこういった小さい案件をちゃんとやっていけるかなどうかっていうのが、多分大きな案件をねこなせるか、大きな商品を売っていけるかにもつながっていくと思うんですよ。まあ小さいことができない人間に大きなことはできないよねと思うんですよ。実際に100万円とかね、1000万とか1億円稼ぎたいって言っても、じゃあ5000円とか1万円稼げるって言った時にね、まあどうかなっていうところありますよね。やっぱりこう吉田さんもそうですけども、なんかね390円の商品とか980円の商品をね小刻みに売っていくことによって、やっぱ自信にもなるし、腕も上がるし、信頼にもつながるのかなと思うんですよね、うん、それでね、あのサブチャンネル、私ね1週間サブチャンネルにいたわけじゃないですか。で、まあ昨日からっていうかね、今日かな、昨日からメインチャンネルに戻ってきたんですけども、サブチャンネルっていうのは急遽作ったんで、チャンネル登録がね50人ぐらいなんですよ。で1週間コツコツやってきても100人にもならなかったんですよね。まあしかし、そんなチャンネル登録が50人もいない100人以下のね、そんな中で第一生命ネオバンクね、28,500 円まで行きましたよ。だからね、チャンネル登録が100人以上いたら、まあ第一生命ネオバンクのね案件ごときはやっぱりこう1万とか2万はね突破しておいていただきたいですね、1週間ぐらいでね、うん、やっぱり私もね普段はこうやって人数の多いチャンネル、メインチャンネルやってますけども、じゃあ反応がそんだけあるかって言ったら別にないわけですからね。10年かけて17,200人ですからね。それは9割ぐらいはもう私のチャンネルの方だって忘れてますよね。ただやっぱり見栄えがするんでね、やっぱ1万とか2万とかってチャンネル登録の数がいると、これありがたいことだなと思いますけども、実質的にはそのチャンネル登録100人とか200人とかで回してるようなもんですからね、まあ、ライブ放送をやってもね、そんな100人来ますか、来ないですからね、めったに来ない。それはまあ 4,50 人来たら多いなって思うぐらいですからね、まあ、だからあの自分の持ってるメディアのチャンネルが少なければ少ないなりにやるしかないっていうことなんですよ。チャンネル登録がまだ育ってないから、これやってもダメだろう、あれやってもダメだろうじゃなくて、やっぱこう何でもかんでも手を出してやってみることかなと思いますね。ところでね、吉田さん、あれですよ、今日ちょっとねびっくりしたニュースが入ってきました。あの東アジア反日武装戦線っていう、なんかそういう風なグループが昔あったらしいですけども、そこのメンバーの桐島聡容疑者70歳がなんかついに見つかったらしいんですよね。なんと50年の逃亡生活、あの20歳前後で爆破事件を起こしたりとかテロ行為を働いたわけですよ。まあ私たちがね、私が生まれるか生まれないかっていう時です。確かに昭和の30年代40年代ってこの高度経済成長の中で移り変わっていく日本というものにものすごくね、あの警鐘を鳴らしていた人たちがいるのは確かなんですよ。それがいわゆる中核派みたいな感じで、日本がどんどん西洋化されてねダメになっていくってことで、あの企業に対して、成長中の企業に対して爆破行為を起こして何人もの人をね、まあ、生きていない状態にさせちゃったわけですよ。でそういうことを繰り返していって、で結局どうだったんですかね、50年間の逃亡の生活をする中でこの日本という国が本当にダメな国になったのか。物質的には豊かになりましたよね。高度経済成長が成功してバブルが盛り上がってきて、それから政策の失敗ですとか、まあ、自民党のね凋落とかがあって今失われた30年になりましたけども、この失われた30年の入り口で破壊活動をやったっていうのはまだわかるんですけどもね、そうじゃなくて破壊活動をやってる時って日本がどん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 戦後復興して良くなっている時期だったというね、うん、だから妄想ってのはね、ここまで人の行動をねじ曲げるのかなと思ったらね、なんだかその昔のねテロが派手にあった時期っていうのは何だったのかなと思っちゃいますよね。まあでもね、二十歳前後でそんな爆破行為を起こすような過激な集団が当時ゴロゴロしてたわけですよ。まあ、さながらこの令和の時代においてね、あのスシロー行って醤油をペロペロ舐めるようなものが出てきたのと同じぐらいのノリなんじゃないかなと思いますね。その悪辣さのレベルが全然違うだけで、でもやっぱりね、寿司ペロペロしただけでもう株価落ちますしね、それは一種の破壊活動なのかなと思います。ただし死人は出にくいかなっていうところですけどね、うん、怖いですね。だから当時はね、銃も手に入りやすかったし、爆発物をその日曜大工程度の作業で作れたわけですからね、うん、モデルガンを改造して
実際の実弾を撃てるような銃にしたみたいなこともありましたけどね。時代は変わるもんです。うん、怖い怖い。時代が変わってもいつの時代も稼ぐやつはいるということですね。あなたはどうしようか、稼げますか。いってらっしゃい。